やったのがゴール。今作ってる髪型にもあるしね。これはなどうだろうな。こだわってんのはやっぱり。職人ってこだわればこだわるほどさ、お客様目線から外れてっちゃうから。ああ、そこをこだわってる。なるほど。一流って、はい、誰よりもこだわってるけど、誰よりもお客様目線になるから、そうだなーって、ずっと定義としておいてて。もう、しまない。めちゃめちゃノリノリだ。自分で選んだっていうよりは、これ、これはわからん。違う。はい、お願いします。本当にここ潰れていくから、このドライを教えてくれて。任せてください。ありがとうございます。はい。お疲れ様でーす。そうっすね。僕らにとってここって、アーティストやミュージシャンでいうステージと一緒なんで、まあ僕らって今日毎日が本番なんですよね。そういうミュージシャンアーティストと違って、お客様にとっては、僕らからしたら日常なんですけど、お客様がからしたら今日が特別な一日なんで、まあ、毎日本当にステージに立つって気持ちでやってます。これを求めちゃダメですね。課題編もお願いします。やめてほしくなかったんじゃないですか。この今の状況スキーを一言とかその辺はやっぱ長山先生が詳しいです。好きですか？好きってなんか、なんて、一緒にいたいとか、なんて言うの？長くなっちゃうっすね。そばにいたいとかっすね。そう、一緒にずっとそばにいたい。とりあえず鼻毛だけしまった。いや、ちょっと、外的要因とか。常に頭にいることじゃないですか。なんですか、それ。いいこと言ってるけど、俺理解できなかったもんよ。いいな、俺もしたいな。なんですか。JS。JS。流すよ。はい。うわいいね。結構。流してみて。こういう感じ。シャッてしてるね。これでやったな。はい。どんな声がこう丸くしてセットしてる。はい。好きとは何ですか？はい。なんだろう。あれですね。一人でいる時とかで風景を見た時に一番最初に浮かばない。うわ、それいいじゃん。はい。お疲れ様です。どうしよう。それめっちゃ持ってますね。一緒に暮らしたいな、一緒に行きたいなってね。そうですね。あと結構意外となんか美味しいもの食べとかディズニーとかそういう綺麗なものじゃなくて超日常の当たり前を話したいって思った瞬間とかじゃん。なんかお客さんと恋愛話しててさっきもそうだったんですけど、キャンドルロード歩かせたいって聞かれた時に、あ、俺もやってやりてってすぐ思うみたいなのがなんかガチな好きな人だと思う。なるほどね。いい大人が好き語ってんだ。しかも営業中。そうですね、バカ立て込んでますからね今。
いい感じですか。トイレには神様がいますからね。1月の成人式以降と2月はいいと思う。3月からとかでいいかもしれない。いいね。だからそう、今までのお客様は多分別に。今夜飲みに行く。痛かった。何言ってんだよね。え、痛いよ。はい、チーズ。良いお年を。ありがとうございます。良いお年を、良い恋愛を言う。バカ野郎。何ですか？ありがとうございます。いいかな？もういいね。もういいね。あとの盛り上げは任せて。ありがとうございます。ヘアキャンペーンっていうのや1月にやりたいね。めっちゃ重くないですか？どんなあれなんですか、イメージ的に。な、関東、まあむしろ沖縄、北海道は 50% オフとか、なんか遠さで分けるのと、はいはいはい、あとめっちゃおもろいっすね。めちゃくちゃ面白いよ。早くやった方がいい。めっちゃいいじゃん。ドゥ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 。いいじゃん、いいじゃん。そんなの。世の中に貢献してるから。そうっすね。ハサミのマークとか。ああ、いいっすね。めっちゃおもろいっすね。すげえ、そのハサミめっちゃいい。先生、あの狙いはこのガラスに映った これをお客さんに見て。っていうところを見出して、でその見出したものに対して平野さんが後押しするっていう構図にしたいなと思います。そこについては、いや違うんだよ、それじゃない。俺が描いてたのはあそこで決めたばかりあったんだよ。でそれを具体的にみんなあるよ、あいつだけじゃない。意味がないですよね。意味がないですよね。それは意味ないと思います、正直。そう、めちゃくちゃいい。これいいじゃん、毎月入れてほしい。今送ったのはだいたい僕的予測ですね。手書きですけど。ああ予定通り行ってないですから、先生。お願いしますね。はい。いや、ちょっと教えてもらいたいのが、はい、渋谷、名古屋、3月いくら売ればいいかはっきりさせておいた方がいい。一応、まあ、今変数組んでるっていうか、その名古屋で売ったけど、そこだけはもうテンプレ資料に置いてある、はいはい、一番一面に、はい、でそこからちょっと今月のトピック説ぐらいのノリでいい。あうおー
晴らしい。素晴らしい。おそらく初回発見からとんでもないやつ作りました。とんでもないやつ。とんでもない意味わかんないやつ。とんでもない言葉言ってもいいですか。本当そうなの。変わってないんで、あのあそこの見え方がね、ずっと一緒っす。あの辺を全部忘れてやりたいんですよ、ね。いいじゃないですか。やばい、でけた。いいじゃん、行っちゃおう。あれは今回あるっけ。あ、はい。アジェンダサーボ完成申請がゴールで、今日終わりますか。はい、さその中でも、あのトップの画像とキャッチコピーのところとプレゼンですか。あれ、ご覧になりました。見たよ。やっぱそれぞれの言葉に思いを乗せてくるだろうな。あ、思いはまあここに入るやつ、ゴールドと一緒に入るやつで、これはまあやばいのできた。まあやっぱなんか勢いがある方がいいなとは思ってて、その辺をいっぱいこの辺で検証します。まあやべえのできたわとか、まあ言い方ですけど楽にしていく、できちゃったっていう。とめきさんの、とめきさんの意外、あのなんかハートマークって結構とめきさんのあのあれだなと思って、あのモノトーンに入るなと思って、でも思ったり、まあ溢れてます。愛に溢れてる。これはこれはマジなやつ。なんかまあまあマジな顔なんで、なんか、マジみたいなことを言ってもいいかなとか、あとねめざさんこの歌、まあこれで結構いいなと思ってて、まあちょっとだけなんて言うんだろう、そのこれが感を少しやった方がいいのかなとはちょっと思ったりはしたんですけど、でもなんか勢いとしてはすごいいいなと思った。まあこれっしょぐらいな。そこのこれでよくね、まあ、これ一緒ぐらいになるっていうか、そのこれだよねって感じになってるとか、まあ、普通にやばいんできたらやばくねぐらいでもいいとか、なんか結構もうシンプルに短くて、なんかみんなが言う言葉っていう方がいいかなと思って、やばくねマジでっていう言葉とか、普通にこれっしょ、まあ、これっしょのちょっと違いですね。これだ、もう短いです、めちゃめちゃ短いやつ。ガチで最高。まあ、あとなんか最後は全然違う毛色で、お待たせ男たちみたいな、ちょっとこうついに登場しましたよ、男の人のためにみたいな、いうのもまあかっこいいかなと思ったっていうところで。でも今既存のものの中でいろいろ作ってきたの知ってるけど、やばいのできたみたいな感じ。はい、ね、新発売っていうのも伝わんなきゃいけないし、あ、そう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 、そんなあるんだ。始まりが伝わんなきゃいけないしってなると、はい、これはマジなやつとかさ、はい、やばくねマジでとかも結構、マジでガチとかも結構決めよう、みんな一じゃないですか、決めよう。OK でしょ、まさか。はい、じゃあ、やばいのできたで、ね、決定でできた、大丈夫、いろんな意味で、ダサめなファッション、よダサめなファッション、最初おめでとう、おめでとう、よよよよ、一言どうぞ。ゴールド大好きですけど、ちょっといろいろ頑張っていただくんで、よろしくお願いします。おめでとう、おめでとう、はい、またね、バイビー。あいつだけ、あれってなったの、お願いします、バイビー。それやった。まあ朝朝礼も出て、まったりさせていただいたこともあるんですけど、まあその
まあとりあえず話聞いてて思ったんが、まあ修例をこう毎日こういうのやってて、お互い思ったこととか反省点改善点とのとかを話すと思うんだけど、じゃあその一生懸命全員でやった中で出た課題が県が言ってたりザキが言ってたこと、じゃあそれをただ言うだけってすげえ簡単だなと思ってて、じゃあその課題に対してこんだけ仲間がいたからさ、じゃあそれをどうやって改善していこうかっていう、まあ、仕組み作りしかりコミュニケーションを取るっていう、じゃあ今日起きたことは明日に改善されてる、さっきユートが言ってるのからのもそうだけどさ、じゃあそれはなんか言い放って他人事にするんじゃなくてどんだけ自分事に置けるかっていう人が責任感強いなと思うし、まあ、そもそも世の中ってさ目を背けることがいっぱい起きてるわけで、じゃあそれを自分ごとに変換して変えてやろうってやつが変えてってるわけで、じゃあ今このちっちゃい空間の中で起きてるそういう現実を誰が率先して手を挙げて変えるかっていうだけだと思う。そうやってここ全員でいい空間を作っていけたらなって素直に思います。じゃあ今日出た改善はお願いします。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。